おはようございます。私が師匠のダ・バウラー。宮下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、新商品。お前はもう飛んでいる。はいはい。希少性がね、このね、こうなってるんですよね。JGR というボールが出た。他の有名なね、飛距離モンスターでめっちゃ売れたやつですね。そう。で、北斗の拳を知ってるダ・バードさんに、当たり前じゃないですか、このボールを使って楽しむにはどうしたらいいのかと、はいはいはい、っていうか北斗の拳のことを教えてくれと、北斗の拳が、ね、いや悪そうなやつをなんかたくさん殺す、はい、はいはい、まあそうですね、あんま変わんなくねっていう、そうそうそう、あとなんか兄弟喧嘩っぽい、そうですね、そうそうそう、4兄弟ね、あ 4人もいるの、4人いるんですよ、しか分かんないので教わりながらラウンドしようと思います、できます、でボール7個しかないんで、あそうなんだ、絶対なくさない、頑張りますだけがルール、ダファードマジやばいからこれ、マジ、はい、マジなくすからね、はい、どのボールからいく、オレッジっすか、オレッジじゃあね、うん、あ、いいですね、あ、これですね、じゃあ俺のハンデを言ってみろ、ジャギですね、これは、これはね、北斗神拳の継承者候補の三男のジャギですね、有名ですね、こいつはね、じゃあ打ちます、右は OK だよ、右は OK、 左のがなかなかそうだよ、右もやばそうだけど、いいじゃん、お気に行くダバード、すげえ、しかも飛んでる、お気に行くダバード、いや意外と飛んでないから、お前のハンデを言ってみろ、そうっす、俺の名を言ってみろ、有名なセリフがそれのオマージュ、あじゃなくなるんじゃないこれ、大丈夫大丈夫大丈夫、え意外となくしてもいいんですかそれ、自分結構違うマジでなくされたのに頑張ったんですよ、自分違うボール使った、あそう、俺の番手を言ってみろ、よく見えてる、ジャギ、ジャギっす、で何番なんですか、9番、9番やん、オッケー、うまっ、まんまじゃないですか、あ右、あでもナイスショット、ナイスショットです、いいじゃないですか、貴様には地獄すら生ぬるい、東アビコは今日乗り入れ OK か、てかいつも OK ですよここ、へえ、すげえいいコースだな、ダメな時はあんまないですね、まれにありますけど、残り80かな、残り、いやもうちょっとありますね、左なんでフロントまで95、センターまで106ヤードですね、おい、だいたいダーバード1打目飛距離210ヤードぐらいです、それガーミン、これガーミンじゃないです、これはねイーグルビジョンネックスです、おお。行きます、これも北斗系のキャラなのかな、そうです、一子相伝の継承者のみ許されるポーズですね、俺の番手を言ってみるわ、52度です低く乗せた、お、これ近いんじゃないですか、これめっちゃ近い、近い、ありがとうございます、うまい、ナイスオンです、いや、すあ、早い、ナイスパー、ありがとうございます、パーです、北斗神拳的な何かないの、ありますよ北斗神拳奥義無双転生、なんすか無双転生、あの無双転生っていう奥義があるんです、北斗神拳奥義の無双転生っていうのがあって、はい、この無双転生状態に入ると生と死の狭間に入ってあらゆる攻撃を受け付けないっていう、ね、無敵の奥義があって痛くないって言ってるってこと、そういうことですうまい、あー惜しい、無双転生いいですね、そういうやつ、そういうやつです、はい、では何ホール、これね、サウザーのね、曲げる、落ちぬ、打ち込まぬってあるんですけど、この元ネタ分かりますか、何ですか、元ネタ分かりますか、これはですね、サウザーの有名な名台詞で、引かぬ、こびぬ、顧みぬのオマージュですね、これは見ざる、聞かざる、言わざるみたいな、そうそう、そんな感じでね引かぬ、こびぬ、顧みるって言うんですよ、あの人は、あのパチスロとかパチンコで北斗の拳でサウザー出てきたらもう負けかくぐらいこいつ強いキャラクターで、うん、いつもね、あもうすぐで当たるかなって時にやってきて、でってん、ほう、でかくなったな小僧っつって、あのいつもケンシロウがやられちゃいます、結構強いってこと、めっちゃ強いです、こいつはめっちゃ強くて、実質、うん、あのほぼ無敵なんですけど、背中に飛行があって、その背中の唯一の弱点をつかなければ、うん、勝てないっていう、すげえ強いやつ、ラオでも勝てないってこと、ラオとは戦ってないから分かんないですけど、まあ、ラオだったら勝てかもしれないですね中ボスの中では最強格みたいなポジですね、ルローニケンシンでいうともうなんか師匠誠ぐらい強いんじゃないですか、結構強いな、そうっす、いや打ってきます、はい、もうこれもね、ちょっと左マジ怖いから、左マジ怖いけど
これビビってたらダメだから言うて。お前の番手を言ってみろ。7番アイアンだ。はい。いや、サブさんのこと言わない。7番アイアンだ。もうサブさんの真似した。うまい。いい球。あれ。のちょっと左に絡まないですね。見えない。引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。映ってません。サウザー。サウザーです。サウザーは兄弟ではない。兄弟じゃないです。別の流派の使い手です。あいつは。なんとか剣。そうそう。7番です。はい、いってらっしゃい。ああでもちょっと短いかな、どうだろう。あの変なマウント入った。今日なんか変なマウント、あれですね、あのサウザーがなんか人々を奴隷にしてピラミッドみたいなやつ作ってるんですよ。そこに何、サウザーはそう清涼十字帝っていう名前の、なんかそのクフ王のピラミッドみたいなのを作ろうとしてるんですよ。人々に奴隷をやってるんですよ。あのサウザーの治めてる地域みたいなのがあって、そこでそういうなんかね作らせてるんですよ。そこに宮下さんを打ち込んでしまったと。実は理由があってですね、サウザーは、サウザーは本当はすごく心優しくて愛情深い少年だったんですけど、元ね、自分のその流派の師匠を最終試験で殺さなきゃいけないっていうような非常な試験があって、それで師匠さんを殺してしまって、それ以来その血も涙もない男になってしまったんですよ。サウザーが作ったこれ新しくピラミッドみたいなやつです。これは新しく120-130のあれにしようとしてんのかな。結構真面目な話してますね。宮下氏のボールであります。めっちゃここグリーンになるんだろうな。こうやってね、すいませんです。石みたいなこれ横でいいよね。横でいいんじゃないですか。清涼十字星に打ち込んでしまった宮下氏ですが、最近修理なんでね。北斗神拳的に学んだアプローチの仕方が、ほう。某なんとかピアの人なんですけど、はいはいはい、有名な方ですね。どこにグリップを置くと、はい、ちゃんと打てる。ほう。グリップ。はいはいはい。体の中心から外さないってやつですね。はいはいはい。ちょっとそれを試して。うまいっす。これね、でもね、これはちょっとね、ライが悪かった。多分ね、このライだとね、某ゴルマルマルの人でもね、打たないかもしれないですね、俺は。そんなことないか。おお、優しい。うまいうまいうまい。ナイソンです。優しいっすね。悲しい男よ、誰よりも愛深きゆえにってあるんですけど、そんな感じのアプローチでしたね。それ聞いたことある。そうです、有名な。このとこ行った。さあ、諸事情あって清涼十字帝を後にした。清涼十字帝ですね。多分でも大丈夫だと思うんですよ。ウジサウザーを撃破したダッバードで。2000XX 年、海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命が体が絶命したかに見えた。これ 1900XX 年じゃなかったっけ。あ、2000X 年ですよ。あ、そうなの。はい、世紀末なのに。あ、わかんない。 1900XX 年だったかもしれない、ひょっとしたら。世紀末でしょ。確かに。いや、あれなんですよ、なんかあのパチスロのナレーションで、2000X 年、世界はボーナスの炎に包まれたとか言ってっから、てっきりそればっかり聞いてたんだよ。結構金遣い、あら、煽りますね。いや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 。パチスロすいません。そんなね。はい、じゃあ次行きましょうか。ボールギャンブルとかしたことないから俺っち、はい、そろそろじゃあ、ライトなところ行こうってので、我がスイングは我流。これはですね、蜘蛛の十座っていう、なんと五射星っていう、なんと神拳系の5人のなんか強者みたいなのがいるんですよ。四天王の一人、大井番みたいな、そいつの中で一番そのなんかいいキャラしてたやつですね。いいキャラ、いいキャラです。なんかどの漫画にもそのつかみどころのないひょうひょうとしたキャラっているじゃないですか、はいはいはい、あれの枠で、俺はあの蜘蛛のように自由に生きるんだみたいなことをいつも言ってるやつです。すげえ強いんです、こいつも。本当か。はい、山の不動の次ぐらいに強いやつです、こいつ。じゃあ行ってみましょう。そうです、行きます。うわー、低い。いやいや、中段道でしょ。え、今のは中段道。え、ナイスショット。だー、ちょっと右ですかね。まあまあまあ大丈夫でしょう。適当なこと言わないかと怖かったから、はい、筒さんから、ちょっと待ってくださいよ、筒の巻もらってた。いや、ちょっと言うんだけど、確かになんでよく分かりましたね。よく分かってるじゃないですか。筒の巻によると、十座は後半で登場した中で一番人気。ほらほらほら、蜘蛛の十座、ほら、自由な人ながら一番の正義感、ウィットに富んだイケメンって書いてあるよ。ほぼ俺の説明と一緒じゃないですか。なんかちょっと違くねっていう。なんてなんて、本当。
めっちゃいいとこじゃん、ダバードボール。ありがとうございます。ダバードボールうまいですね。これはヤードで言うとフロントまで84ヤードです。しかしながらこれはね、世紀末ですよ。これはやばいですね。これは転がしゃいいんだよね。ただ雲の十座ならここ行けます。なんて言えばいけるそれいい、いい体力だね。十座ならいける。どんな十座をすればいいわけ。十座はあの雲のように掴みどころない感じじゃあトップする感じで腹を打ちましょう。うまっ、うまい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 。いや、あれで、いや、ナイスショットアウトじゃないですか一番人気って言いますけど、うん、数字的根拠あるんですかね。だから彼の中で、人気投票で一番だとか彼の中でとかかもしれない世代的にはツーサーの世代だからね。いや、そうですね、自分ちょっと違うんですよ、実は。そうだよね。そうなんです。風の十座見てください。自分雲の十座、雲の十座だから。そう、風はヒューイです。ちょっと左目狙ってガッチリ決まって、わあ、超えた。まあ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 、雲の十座。やっぱですね、でもやっぱ JGR 飛ぶから結構アプローチもね。あー、そっかそっかそっか、やっぱり、うん、飛距離出ますね、これ。それもだな。あー、うまい、ナイスタッチ。はい、おー、あー、ナイスイン。ボギーです。ナイスボギー。さあ、今日は7つのボールなのでちょっと急いで16番も来ました。16番ホールです。中ホール、うるさいって。 You are shock。 さあ、どのボール選ぼう。じゃあもうここはそろそろ知ってそうメインでいきましょうか、うん、お前はもう飛んでる。これはわかるでしょ。いや、あのね、最後あれにしたいんですよ。あれね、最後あれにしたいの。ああ、そう、これいきましょう。ケンシロウ、そう、そうかな、主人公ね。いいっすね。お前はもう飛んでいる、飛んでいる。じゃあマンブリア、当たり前じゃないですか。 JGR マンブリホール。いいっすね。 JGR は結構ね、やっぱりあのスピンで抑えられるんであんまり曲がんないんですよ。だから、ね、安心して振っていけるから、間違いないからスピン量少ないってことは横も曲がんないってこと。そういうことです。ああ、そうなんだ。そうです、ボーダー曲がりやすいんです。いいことづくめです。ボーダマって最近言わないね、ゴルフで。そうなんですかね。自分ボーダマ、しかもなんかボーダマって、うん、なんか悪い意味で使うことも結構あるじゃないですか、うん、でも実際ボーダマっていい球なんですよ。だってスピン量少ない方がいいってこと。そういうこと。特にね、ティーショットとかはね、いいんですよ。というわけでダバードは百列ドライバーや。いいですね、ヘタッピ百列ドライバー。やーボールあるよね。あります、あります。あるのはある。ケンシロウエピソードですね。じゃあ、あの先ほど話してた、うん、あの北斗の拳って実はですね、あの4兄弟なんですよ。おとはいえですね、あれ実は別に実の4兄弟じゃなくて、え、弟子、うん、あ、そう、兄弟子とか、そういうことなんだ。弟弟子っていう関係なんですよ。でその一番長男が有名なラオウで、その、あの末っ子があのケンシロウなんです。あ、そうなの。そう、末っ子一番ラオウの弟なの。時は2番目っす。また右に行くイメージしかないじゃあこのちょっとこの式にね、だから有名なセリフで、ジャギの有名なセリフで、兄より優れた弟だと存在せんっていうね、有名なセリフがあるんですけど、ケンシロウの方が強かった。兄より優れた弟は存在せぬっていう、ね、じゃあラオウの方が優れたって認めてるの。そういうことです。だケンシロウだけを目の敵にしてるんです、あいつは。ジャギ結構謙虚、もう諦めてるんですけど、お前だけ許さんみたいな。スライスしかいねえ。ちょちょまたこれ多分コメント欄がダバーとかで喋りかけるかなってなれるやつですよ、これ待つか。ほら、やってきた。いや、でもストレスしないじゃないですか。球高いね。はい、高弾道。ケンシロウって、はい、普段喋らないよね。あんま喋らない、寡黙ですね。だよね。でもたまにね、うん、あの武闘派なこと言うんですよ。え、例えば、お前のようなババアがいるかとかね。いや、ちょっとやばいでしょ。悪いやつが、冒険やすぎじゃない。いや、悪いやつが店のおばあさんに化けて、うんうん、
なんか検証に毒盛ろうとするみたいなシーンがあるんですよ。そこで見抜いて、お前のようなババアがいるかっつってそういうことね、殴るみたいな。お前みたいなやついねえよってことね。そうそうそう。さあ、ダバードボールは、めっちゃラフ引っ掛けましたね。こういう時はケンシロウならどうする？ケンシロウはここは北斗万開き剣で8万円のフェス開いて向いてきます。 そんな技あんの？ありますよ。本当上手くなってくるのこの人。めっちゃ開いたまんま打ってった。ちょっとまたあっち行っちゃった。北斗万開き剣ちょっとやりすぎた。まんま打った北斗松の葉っぱ当たってもいいけど。いいけど行ってもいいんだ。なんかもう広島弁みたいになってきてた。いや跳ねた。おお、消す消す。本当に当たった剣。本当に当たった剣ですね。はい、北斗普通に打つ剣です。最高。あ、ふわっと持ってこない。これでいきます。北斗打ち込み剣でいきます。だけどラフが深い剣。深い剣ですね。いきます。わあ、うまい。これはうまい。これはうまい。あざす。構えから違ったもん。速くない今日。お、何が？いや、グリーン。あ、グリーン速い。グリーン速い。速すぎへんすか。今ここだったもんね。めっちゃ、でも上りなのに。やばい。あ、スライスだった。北斗スライス剣。北斗スライス剣。あ、足開いて打つんだ。いや弱気。なんでもさ、北斗何々剣って言ってさ、これ打ってたらさ、北斗神拳に怒られるよね。ですね。一子相伝なんでしょ。そうです。あ、北斗ジャボ剣。ダボです。ダボです。お前はもう死んでいる。お前はもうっていうのはな、さっき言ってたじゃん。そう、原作では言わないんですよ。お前はもう死んでいる。アベシみたいなのってすげえ有名なんですけど、あれ結構アニメでしか言ってなくて、アベシはマジで言ってます。アベシ。ここまで見たことある。ヒデブも言ってるでしょ。そうそうそう。